田辺さ、他人の情報聞いた？あ、聞いてない。俺聞いたんだけどさ、なんかさ、新しい、なんか、赴任してきた先生らしくて、なんかね、身長低いんだけど、なんかめちゃめちゃサッカーのなんか名門校出身みたいな、なんかめちゃめちゃコーチできるみたいな、サッカー部の顧問になるかもしれないみたいな人が来るらしいよ、そう。そう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 。なんか、なんとかの。閉めてもらって、窓も閉めてもらって大丈夫です。今年からこのクラスの、担任になりました。ごめんなさい、超緊張します。担任になりました、ウンパルンパと申します。で、一応教科は保健体育を担当させていただきます。で、部活はサッカー部の、副顧問ですね。顧問は、ね、別の方いますので、副顧問をやらせていただきます。で、まあ簡単に自己紹介すると、出身は愛知県です。で、愛知県でずっと育って、で、こっちに東京来たみたいな形です。まあ好きな食べ物はカレーライスとかね、あと焼肉とかですかね。で、趣味はね、まあやっぱ温泉とか行くことかな。そういうとこに行っててね、あのなんかちょっとのんびりすること好きですぐらいかな。あ、で、あとあれだ、念のため伝えておくと、教員免許は持ってません。よし。じゃあね、今日早速、プリントを配ったり、あと、最初のオリエンテーションをやっていきたいと思います。最初のプリントは、ちょっと待ってね、これか。では、第1学期の、どうしよう。教員免許も、持ってるっすよね。教員免許？はい。持ってないです。教員採用試験に落ちました。で、教員免許も、成績が低くて、単位も取れてないので、教員免許ももちろん取得してないし、大学も卒業してないし、高校も卒業してないし、中学校も卒業してないし、小学校も卒業してないし、幼稚園も、卒園してないです。はい！では、ということでね、最初オリエンテーションからやっていきたいと思います。で、ちょっと、後で準備聞くから。で、プリントを配っていきます。で、このプリント必ず親御さんに渡してください。ね、OK。で、親御さんに渡さないと先生が怒られます。OK かな。なんでざわざわしてる？どうした？本当に持ってないんですか？持ってないですよ。で、皆さんに保険体育教えます。お金をもらって教えます。どういうことですか？すいません、詳しく、どういうこと？免許持ってないんですよね？持ってないんです。じゃあ、先生じゃないですよ。どういうこと？免許がないところ先生やれないってこと？はい。いや、もうやれよ！先教えてよ！どういうこと？じゃあ、だから俺校長先生からメール、待てよ。そういうこと？待って、俺確かにメールっていうか、合格通知書は来てないんですよ。けど、その夢で、寝た時に夢で、受かったっていう、教員になったっていうのを聞いたから、で、朝起きたら教員になったってなってたから、で、だから来たんだけど、誰ですか？このクラスの担任、僕です！俺が担任です！どういうこと？